レイボーイはあらだ。どうもソークだおちょです。今日は俺はエリカのカメラマンをやっている。そしてエリカの裏情報なら何でもこの僕が知っているのさ。ここだけの話だがエリカには内緒だぞ。あいつはこちょこちょが弱点だ。今日の企画はエリカに告白したら付き合ってくれるのか検証。はい、僕ね思ったんですよ。エリカって誰でも OK してくれるんじゃねえかって僕思ったんですよ。なんならこの即だおちよがエリカに検証してきようと思います。ではスタート。エリカチャンネル。早くどうしたの。エリカちゃんと好きな子いるの。いるよ自分。エリカちゃんそれもしかしてキャラ作ってんじゃないの。ひどい、キャラじゃないよ。エリカちゃん、エリカちゃん大事な話があるんだけどさ。エリカちゃんってそういえば目玉だけは綺麗だな。鼻が高くて目玉だけ綺麗だな。焦げ茶色の瞳に僕はその瞳を見つめるだけで吸い込まれそうになって好きになってる君の瞳は僕はエリカちゃんが好きでたまらない。エリカちゃん、エリカちゃん、僕はエリカちゃんが好きでたまらない。よかったらこのスプロープレイボーイソークダオチロと付き合ってくれ。はい。なんでこのプロのプレイボーイの僕のどこがダメなのよ。私恋愛テンションが男性と女性じゃなくて自分だもん。自分かい。遊びに来てくれてありがとう。皆さんプレイボーイとは付き合ってみたいですか。私は付き合う。エリカチャンネルは毎週金曜日夜7時に放送しています。もしよかったらチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ファンレターもお待ちしております。それで次回も全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。バイチャ。